こんにじは。あ即下塾のカリキュラムの中にねメルマガってのがあるんですよそのメルマガのトレーニングの中でメルマガの読者さんは1人1人のメルマガを運営してその人に対してずっとメッセージを送り続けてでセールスをするってものがあるんですよねでこれねあのメルマガを受け取ってる人は何人に送られてくるかは分かんないんですよだから多数の中の自分なんだなっていうふうな認識でメルマガを取るんですよねでも メルマガを送るる方は登録者が1人ってことは分かるんですよ。つまりその人にフォーカスしてずっとメッセージを送ればいいんですよね。当然その1人ってである方がねこのカリキュラムに取り組んでディズニーランドが大好きなあメルマガ読者さんを自分の身内の中からね選んで登録してもらったらしいんですよ。でずっとねメッセージを送り続けてやっぱり売れたらしいんですよね。 売れますよね30万ね。ということはどういうことかっていうとメルマガの読者さんって、まあ、多ければ多いほどその確率で売れるっていうところもありますけども少なければ少ないほどどんなメッセージを送ればこの人が満足度を高めてくれるのか信頼関係が強まるのかってことが分かりやすいってことなんですよ。まあ、つまり YouTube でチャンネル登録50人だろうが5人だろうが1人だろうがその人がお金を出してまで何か 得たたいい価値や逃れたい苦しみがあるんだったらそれについいててフォーカスしていけばこれ全ての人って毎日誰かに何かによってお金を払ってるそうやって暮らしてると思うんですよ。で小さな悩みお腹がすいたからカップラーメン食べたいなっていうところからね今日は豪華にお寿司が食べたいな回転寿司行こうかみたいなねとにかく人っていうのは必ず自分の欲望を満たすために今日一日を送る。 その中ででお金を誰かに払ってるんですよねつまりその中の一人にどう選べるかってどこだと思うんですよこの情報が溢れた時代に YouTube やインターネットがなくたって商売成り立ってきたのに YouTube やインターネットがあって商売が成り立たなくなるってことはあるんでしょうかテクノロジーのおかげでもっともっと有利になっていくと思うんですけどね。はいメルマガ読者たった一人。 こういった発想もいるんじゃないかなと思いまして、えー、速化塾のカリキュラムに入れております。いっってらっしゃい